親子で島津に捧げた固い忠義。山田有信、有長親子。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、山田有信、有長親子について紹介していこうと思います。今回は島津の中心をご紹介したいんですが、親子でここまで忠義の厚い武将はなかなかいないのではないかと思います。それが山田有信、有長親子。父は秀吉の誘いを断り島津へ戻ることを願い、息子は島津の軒口から生還した猛者。山田親子の2代にわたる生涯をじっくりと解説していきたいと思います。逆進の孫山田有信。山田有信の祖父有親は島津家中の争いで島津忠義、高久に反目し、降伏後に切腹を申し付けられました。いわば逆進となってしまったわけですが、忠義はこれを後悔し、有親の息子、つまり有信の父、有憲を召し出し高久の側近としたのです。以後山田家は逆進の汚名を晴らすため、一層島津宗家に忠義を尽くすようになりました。有信は高久と義久の2代にわたって島津に仕えました。各地の地頭を務め、数々の戦に参加し、島津にとって欠かせない武将となっていきます。島津の勢力は着々と拡大し、日向、宮崎県の伊藤義助を攻めて追い出すと、その伊藤義助が大友宗麟に泣きついたおかげで、大友の矛先が島津に向けられることとなってしまいました。これが耳川の戦いの前段階です。そして大友方は大軍で攻め込んでくると、有信が城主を務める高城を包囲してしまいました。守る有信の軍勢はわずか300人ほどだったとも伝わっています。籠城戦を展開した有信は島津家久らの救援を受けて勢いを盛り返し、やがてこれが耳川での島津方の大勝へとつながっていったわけです。実はこの戦いの最中、有信のもとに男子誕生の知らせが届いていました。これが嫡男有長です。これを聞いた有信は大笑いし、これで思い残すことなく城を枕に討ち死にできるわと言ったそうですよ。結果は有信の覚悟に反して島津の大勝利となり、有信は無事に息子と対面できたのです。九州征伐での戦いぶりが豊臣方の心までつかむ。有信の名を一層高めたのはまたしても籠城戦でのことでした。快進撃を続けていた島津の前に立ちふさがったのが豊臣秀吉。豊臣方の大軍が九州に送り込まれ、九州征伐が始まったのです。有信は再び高城に籠城し、300余りの兵を率いて数万の敵軍と戦いました。彼の徹底抗戦は凄まじく、島津義久が降伏を決めてもなお抵抗を続けたといいます。義久の強い説得があるまで降伏しようとしなかったというんですから、すごい意地ですよね。この戦いぶりは豊臣方をも感心させていました。豊臣方の総大将で秀吉の弟である豊臣秀長からは、天草に4万石あげるから豊臣の家臣にならないとの誘いがかかります。しかし有信は丁重にそれを断りました。それでも秀長はあっぱれな有信に何かしてあげたかったらしく、じゃあ他に望むこととかないと尋ねます。すると有信は、望みは一つ、我が主島津義久のもとへ戻ることをお許しいただければと思いますと答えました。帰還した有信を義久は老中に据え、その忠義に報いたそうですよ。私が身代わりに主君の病を肩代わり。慶長14年、
1609年、義久が病気になると有信は、自分を身代わりにしてくださいと神仏に願いました。そして病を得るとそのまま亡くなったのです。一説には、病を治してくれるなら命も差し出すと自害したとも言われています。いずれにせよ、まさに主の身代わりとなったかのような死でした。義久はその後全壊し、有信の棺の前で焼香し、死を惜しんだそうです。そして有信の後を継いだのが嫡男の有長でした。天正6年1578年、父有信が高城にて大友方と交戦している最中に生まれた有長は、有信が豊臣方に降伏した際に人質として差し出されています。やがて島津に戻った彼は、朝鮮出兵や島津最大の内乱、庄内の乱の鎮圧にも参加しました。島津の軒口からの生還者、山田有長。武将としてキャリアを積んでいた有長ですが、やがて関ヶ原の戦いが起きると、上方でわずかな兵のみで途方に暮れていた島津義弘を助けるため、薩摩を出発して関ヶ原へと到着します。関ヶ原の戦いにおける島津義弘隊の行動は、戦闘に参加せず静観の構えだったのですが、やがて西軍の配色が濃厚となると、四方を敵に囲まれ動くことのできない状況となってしまいました。ここで島津義弘が選んだのが脅威の敵中突破だったんです。ここから後に島津の軒口と呼ばれる壮絶な脱出劇が展開されていくんですが、この中には有長の姿もありました。島津お得意の釣りの伏せ戦法を使い、多くの将兵が義弘を逃がすために戦場の露と消えていきました。その中で有長は義弘を守り続け、戦場からの脱出を果たしたのです。窮地を救った黄金の鞘、なんとか関ヶ原から脱出したものの、薩摩までの道のりはまだまだ遠く険しいものでした。落ち武者狩りもいましたし、費用も相当にかかるわけですから、生きて帰るのは至難の業だったんですよ。義弘一行は途中で休憩場所や食事を提供してくれる農民たちにお金を払っていたんですが、やがて路銀が底をついてしまいました。このままでは食料も手に入らず、殺されるしかないという状況になってしまったんです。家臣たちの中には、そんな金など払わず逃げてしまえばいいという者もいましたが、義弘がそんなことを良しとするわけもありません。すると困り果てた一行から、そっと有長が離脱し、やがて戻ってきました。何をしてきたのかと一行はいぶかしがりましたが、やがてあっと気づきます。有長の腰に下げられていた立派な黄金の鞘がなくなっていたんです。有長はそれを惜しげもなく農民に与えてきたのでした。一説には、こういう時のために有長はかねてからこの黄金の鞘を特注でこしらえており、関ヶ原の一報を聞いてこれを持って飛んできたといいます。日頃の備えが万端だったということで、みんなが、さすが山田有信の息子と感心したそうですよ。義弘もまた有長の行動には深く感謝し、帰国後は軍功並ぶものなしと激賞し、200石を加増して報いました。義久も刀を送って褒めたたえたそうです。関ヶ原を知る数少ない人物として、関ヶ原以後、有長は泉、鹿児島県出水市の地頭となり、治水事業や農業振興、子弟教育に力を入れました。その後島津の家老となっています。寛永14年1637年に起きた島原の乱には、藩主の名代として参戦し、戦国を知る数少ない武将として貢献しました。彼は驚くほどの長寿を保ち、寛文8年1668年まで長らえます。亡くなったのは91歳の時でした。
晩年の有長についてこんな逸話があります。戦国時代を知る者が少なくなると若者たちは彼に関ヶ原での武功話を聞こうと招きました。やってきた有長はゆっくりと一同を見回し、ではと口を開きます。まずその前に皆様3日ほど絶食していただけますかな。今のようなありさまではとてもお話しできるような状態ではありませんな。彼の眼差しは話を聞こうと集まった若者たちの立派な着物に向けられていました。皆贅を尽くした絹の着物を着ており、対する有長は質素な木綿の着物を身につけていたのです。武士の心を忘れて贅沢に走るようでは関ヶ原のことなどとても話せん。ゆっくりとした口調の裏側にあった有長の真意を察した若者たちはハッと顔を伏せて恥じ入ったそうですよ。まとめ。1、山田有信は大友方の大軍を前に籠城戦を展開し勝利を呼び込んだ。2、九州征伐でも徹底抗戦した有信を豊臣方はスカウトしようとした。3、主が病気にかかると自分を身代わりにと祈りやがて亡くなったという。4、山田有長は島津の軒口から生還した数少ない人物である。5、路銀が底をつくと自分の黄金の鞘を売って主を助けた。6、若者たちに関ヶ原の話を頼まれるとまず彼らの贅沢さをピシリと批判した。親子で島津に忠誠を捧げた山田有信有長親子、こうした忠臣に支えられて島津は戦国を生き抜き、戦国時代から明治維新へと続いていくわけです。彼らこそが後の島津の繁栄の礎だったんですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。